本当は公開のトークイベントっていうことだったんですけど、コロナウイルスの影響で収録をして、それを皆さんにお伝えするっていう形式で、プレイヤーさんと私と山出さんが喋るっていうことで、今目の前にいませんけれども、本来展覧会に足を運んでくださる予定だった方々と時間を共有するべくカメラで撮っています。本当は2週間っていうこと、2週間自粛っていうような機会で、本当は、何でしょうね、イベントのいろんな規模のイベント業がたくさんの影響を被っているんですけれども、アーティスト・イン・レジデンスっていう機会自体は、実際は成果を見せるっていう結果の部分に価値があるのではなくて、実はアーティストが未来に向けて新しい栄養を蓄えるためのプロセスの部分がとても大事だったりとかするので、実は作品が生まれる前のこの5週間の間の経験っていうのを私たちはすでに過ごしていて、さらに、ここで過ごした1ヶ月間が成果を発表するっていうある点を通り抜けて、未来に何を作るのかっていう栄養ももらっているっていうことで、実際は今回の機会っていうのは失われたけれども、その栄養自体は十分いただいているっていうふうに認識して、今日に臨んでいます。では余談からでしたが始めます。私はアライブペインティングっていう仕事、ライブペイントの仕事を基本的にはやっております。アライブペインティングとはどういうものなのか、こういった形でいろんな絵の具だったりとか、土から作った天然の顔料ですとか和紙とかインクとかを、自分の手元の中で、だいたい名刺サイズぐらいのサイズの中で筆を走らせたりとか、あとインクで水線を引いたりですとか、あとは出てくるかな、泡の表面にインクを滑らせてそれを震わせたりですとか、こういったいろんな性質の違うものをプレートの中で出会わせて、それのせめぎ合う海面上で起きている面白いことからを観察するっていうことにとても興味を抱いています。基本的にソロパフォーマンスの時には自分でその場で収録している音と、あと、エイブルトンライブっていう音楽ソフトに組み立てた音のレイヤーをその場で足し引きしながら作る、ライブパフォーマンスっていう形式にしています。で、アーティスティンレジデンシーにもよく参加しまして、現地で撮った写真とか、あとはマテリアルとかを組み合わせながらパフォーマンスをしています。で、近年では、半分撮った写真、半分は自分のライブペイントっていう形で、その場で写真の方も選びながら、ライブペイントの方もその場で作りながらっていう、相互に食い合っていくような経験をライブの中でしています。で、水を注いでみたりとか、で、かなり絵に写ってるのはこのぐらいの範囲なんですけれども、プレートの周りにかなりいろんな出来事が起きていまして、それっていうのが、例えば今見えている視野はこの部屋の中ですけど、実は山があって海があって、その中で成り立っているここっていう現象があるっていうふうに、これでも行われてますね。ここからインクが流れたからこっちに川ができるっていうようなことを、ライブの中でお客さんと一緒に経験するっていうようなことをしています。で、さまざまな複合的な理由がそのキャンバスの中で起こるので、例えば乾燥しているとか、あとは何でしょうね、リハーサルの時は
寒かったのにお客さんが入るから暖房を焚いたことによって空気が振動して泡が割れるとか、あとは自分で息も吹かせて泡の表面を押し上げて、この画面の中心に来るように調整したりとか、自分でも予期せぬ影響がたくさん起こるパフォーマンスですね。で、写真の中の色を合わせていって、で、何かを思わせるような液体の現象を観察していく。そうですね、このようなことをしています。じゃあ、なんでアライブペインティング、アライブなのかっていうことを自分でも考えています。実際はその私のパフォーマンスを見てくださったギャラリーのキュレーターの人が、ライブペインティングだけど生きてるみたいだねっていう、今思うとそのたくさん言われるコメントの中の一つではあったんですけど、これはいいなと思って生きている絵というふうに命名しました。でも実際にやっていくと生命との意外なつながりっていうのが絵の具でも発見されるもので、この使っている絵の具自体がその磁性流体っていう磁石によってくる性質のある油を使っています。それ自体がシマウマの島だったりとか、あとサンゴ礁とか、あとキリンだったりとか葉脈だったりとか、そういった生き物の体を生成する時のパターンとこうリンクしてきたりなど、実際のコネクションっていうのを私は感じ始めています。で、ソロパフォーマンスではこういった、形を探していって、そこの、噛み合う部分を同時に、選び合う。なので樹形と樹形を合わせていったりですとか、そういうことをしています。暗いパフォーマンスですね。で、縦構図で組み合わせるっていうことも近年よくやっています。で、その振り返る中で、私は何かをしよう、コンセプトがあって技法を選ぶというよりも、その手が勝手に思考して、これはすごく手が進むぞっていうふうに、描く中で発見していくことが多く、その中でこの前、去年は別のレジデンスで韓国に行ったんですが、その時に見た絵巻物で、この、半分が、図像があって、まあ、王様ですよね。で、半分はその、ロールを巻いた状態で保管していたけれども、それが燃えてしまって、その立体的に燃えたので、こういった自然に波打つ形が現れているっていうもので、これはその、何かが失われるっていう経験ですし、その失われた背景にある出来事っていうのは、でも痛ましくて悲しいことではありますけど、それが生んだ結果的に今この作品がこう、きっとそのまま一枚の絵があった時では考えられないような美しさが現れているっていうことに、私は発見を覚えて、しかもちょうど自然にできた余白の部分が半分で、波打つようにそのきっちり描き込まれたその美しい人の手による構図っていうものが半分、関わり合いながら今ここの掛け軸がすごく美しい状態で、その私が美しさを享受しているっていうことにすごく可能性を見出しまして、特にぎっしり書き込まれている部分と失われた部分のところに、表情だったりとか手だったりとか、とても大事な象徴になるようなキットアクションがあるのかないのかっていうような、想像力をかきたてるような要素がそのマイナスの出来事によって失われ、その現れているってこともありますし、特にミロのヴィーナスとかニケだとか、その損壊することによって創造性が膨らむっていうようなことと、自然と人の手によるバランスっていうようなことに、これとはすごく
私の作品は近いものを感じながら制作しています。ちょっとそれました。で、私は基礎的にはライブパフォーマンス自体は一番多いと、そうですね、年間70、80現場ぐらいはあるんですけど、その中で基礎にあたるものは水墨画だと思っています。で、これは、平安時代に墨流しっていう日本古来のインクマーブリングがあって、で、本当は松ヤニを溶かした水の上に墨を点滴していくはずなんですけど、これはちょっとズルをして洗剤を使っていますが、まあ、水面にインクを点滴していって。で、物理的にこの水の水滴が空中で円を目指したくなるのと同じように、水面上にインクを垂らすと、本当だったら全くの正円を目指したくなるはずなんですけど、それが例えば息だったりとか、私が左手で差し込んだそのインクの強さで水面が揺れて、で、その波紋の反作用で返ってくる形ですとか、そういうものでこういった同心円状の形だけではなくて、乱れた美しさっていうのが現れてくる。で、その同じような構造で左右左右、同じ器と同じ水でやっているにもかかわらず、ここまでもっともっとあるんですけど、ユニークな形が現れてくると。こういう時に自分の皮膚の感覚では感じられないような繊細な、その、まあ、風とか振動とか私の状態とか、あと表面張力が起きやすい起きにくいっていうのも温度によって変わってくるそうなので、そういった人間では感じられないようなフィーリングっていうのを、水をそのメディアとしてセレクトすることによって増幅する、アンプする。ような作用を果たしているなと思って、これはすごく自分の基礎になっています。で、実は技法としてはとても簡単なので、こういうものを持ってくればみんなができるので、ワークショップもやりました。この時に子供たちの中で一人男の子、これは女の子ですけど、男の子がゆっくり深い呼吸に変わった子を発見して、どうしたのかなと思ってみたら、その先生、この渦の中に女の人が笑ってるよっていう話を言ったことがあって、私にはこのようにしか、インクの渦にしか見えなかったのに、その子には何か美しいものが笑ってるように見えたっていう話を聞いて、あ、これはこの子だけが今何か想像力の中で何かと出会っているってことが発見できて、そういう時間を作ることも、まあ、アーティストが赴いて何かすることの意義だと思ってます。で、水墨画ですとか、今ライブペインティングっていう構造で、その時間を作品の中に取り入れた描画っていうことをやっていますが、横山大観の「セーセール展」ですとか、とても影響を受けています。これは私自身が作った写真の絵巻物です。で、透明度も違うし、インクの種類も微妙に変わってくるんですけど、どちらかというと明るい透明感のある色彩だったところから絵が濁っていくと、で、最後にどちらかというと透明度の高い黒い世界に白いインクがドロップされる。こういうことを基礎的に行っています。で、ライブペイントの机はおおよそこういった構造なんですが、まあ、右手こちら側に音で、音のミキサーで、ビデオのミキサー、ミックスする装置とエフェクトをかけつつ、ここに今ちっちゃいマイクを仕込んでいて、作業の音も少し取りながらできるし、あとインク類も
使いつつ、で傾斜をつける装置をその作ったので、それで水の渦をコントロールしながら絵を描いています。で自分のソロパフォーマンスの機会をよくそのスライドの最初の方ではお見せしたんですけど、ミュージシャンとご一緒することがとても多いです。これはお箏の歴史を弾き語りする方と一緒にやます。オーケストラともございます。でこういったそのいろんな色を使ったり、ライブペイント自体を分解していくと、まあ絵画を分解すると色と形と質っていう風に分けられると思うんですけど、要素として。で私も絵画としてああいう映像技法パフォーマンスっていうのを行っている身としては、そこはすごく関心事です。で色っていう意味では、まあ、この黄色はこの国ではどういう象徴として用いられているのかとか、あと青、分かりやすい例だと青を着ている女性はこの国ではこの人であるっていう風な情報としても、記号としての青色、その意味としての赤、美的快楽だけではない色の意味っていうのにも興味があります。それは国によって国旗っていう意味では一番分かりやすいかなと思います。でまた円っていうのにもすごく興味がありまして、で私の中で円がふと現れる時には泡だったりするんですけど、その泡っていうものの中にも日本の場合だと歌方だとか、そういった泡の中に託す思いとか眼差しみたいなものがあると思います。で私もそれをすごく意識しながら、一つの泡が出た時にそれを見届けるようなことを、したいなと、登場人物のように扱いたいと思っています。かなりこういった形で個性さまざまな泡との関わり方をしています。なのでこういった時に泡が出た時にそれと関わるための筆致っていうのが現れてくるので、こういった形でその線がまたぐことがとても多いですね。でまたそうですね、水と油だったりとか、青いものと赤いものを、透明なものを介して表面張力が割れ、ある点に達して弾けた時に一つになるですとか、そういった時間経過の、あるパフォーマンスなので。そういったストーリーっていうのも色の意味とか、あと円の持つ、イメージですとか、そういうものを複合的に、混色しながらやっています。で、氷が溶けるとか、そういう、私たちが共有している感覚っていうのも物語の一つとして使っています。ちょっと長くなりましたが、ライブペイントっていうもっと生きている絵って銘打っている以上、それがなくなった後にどうするのかですとか、その、もっとマイナスな面も自分で引き受けるべきっていうふうに思っていまして、これはライブペイントが終わった後の廃液の部分を、必ず持ち帰っていまして、それをスタジオに帰ってろ過するってことをしています。そうすると、ボトルの時にはグレーだったものがこんなにカラフルに色がまた戻ってくるってことが起きます。ライブペイントの時には先ほど言ったように、まあ、青がこの女性、赤はこういうイメージ、そういう黄色は太陽だとか、何かの意味付けとともに、描かれてきた黄色であったけれども、スタジオに帰って仕事を終えて、そういう象徴的な意味を終えた顔料たちっていうのがろ過すると、そのこの物質は重いから下に沈む、細かいから毛細管で上に上がっていくっていうような、それぞれのその素直な物理的なありようが現れてくるっていうことが起きています。
なので私はライブペイントとその周辺にあるコンセプトを強化するというよりも、もっと大きなサイクルとして見つめなければいけない色彩のあり方っていうのを、ライブ以外の場所で行っている、そういうアーティストです。ご清聴ありがとうございます。